自分のクローンというのは不思議なものだ。顔や形だけでなく力まで同じとは。だがこれ以上の修行相手はいない。自分と同じ戦い方をするのであれば俺の弱点も知ることができる。お前を倒した時、俺は今の自分を超えたということになるのだからな。俺が武道家として一段上に行くためにお前には踏み台になってもらうぞ。さあどこからでもかかってこい。十分見ていたな。やるじゃねえか。まだまだ。よし、いいぞ。次はこれをやってみろ。いい感じだ。もう一丁だ。ほら、ワクワクしてきたぞ。とっておきだ。いいな。ほら驚いたぞ。やっほらそうだ。うわやっほらやっほら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 うわ来てくれ。やっほらほらほらそこまでだ。聞いてる。
だぜ。今のおめえならこれくらいできるはずだ。甘いぜ。やるじゃねえか。次はこれをやってみろ。オデレートの飛び起きだ。俺が相手だ。オラワクワクしてきたぞ。はっ、いけ、はっ、いけ、やってやる。はい、はいや、はい、逃がすか。しゃ、これからこりゃ。はっ、はっ、はっ、しゃ、はっ、はっ、えぇ、はっ、はっ、いくぞ。なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ。ほっほっほ、無様でしたね。フリーザか。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです。義乳特戦隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ、誰かオラの心に話しかけてくるぞ。そう、そう。ピッコロか。すぐに来てくれ、敵が。敵？どこだ。かすかな木の実だね。驚いたな。まさか俺のクローンまでいるなんて。ってことはレッドリボン軍は俺のこと戦力として見てくれているってことか。っていかんいかん、
ちょっと喜んでしまった。最近修行してなかったし、気を引き締めないとやばいよな。ここでクローンに負けたらシャレにならないし、ま、自分のクローンが相手なら遠慮なく戦えるぜ。こいつを倒して俺もまだまだやれるってこと証明してやる。こうしてピッコロのクローンを前にすると、あの天下一武道会を思い出すな。もう随分昔のことだが。今じゃピッコロのやつ、全然悪いやつって感じしねえもんな。確かに、かつての邪悪さは欠片も感じられないな。知ってっか？ピッコロのやつ、ご飯たちが留守の時はパンの子守してんだぜ。パンをあやすもおむつ替えるもうまくなったって言うし、ベビーフードの作り方までもう完璧なんだってよ。ピッコロのおむつ。お前とピッコロどっちがパンの祖父かわからないな。そうなんだ。父もピッコロの方がオラよりじいさんらしいって言ってんだ。そうなんだよじゃないだろ。実の祖父が何を言っているんだ。それとピッコロが子守をしていることはあまり人に話さない方がいいと思うぞ。え、なんでだ。まあそれはピッコロのイメージを守るため。イメージ。まあこの話はここまでにしておこう。そうだな。ちゃっちゃとこのピッコロのクローンを倒すとすっか。Let's go! Let's 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 go! Let's
ぞ。今のおめえならこれくらい大丈夫だ。そこまでだ。